前回の内容はちょっと振り返るのも含めて、ここからちょっと遊べ本題みたいな。いや、認知っていう言葉はいいですね。うん、まあね、うん、分かりやすい。まあ、サッカー界でもね、どっかのタイミングで認知力が戻る。うん、見ろ見ろってよく言うんですよ、あの外国の一流の監督みたいな。うん、見ろって何見てるのかとか、同じもの見ても認知するものが違っちゃったんですね、うん。見たところでダメなんですよ、うん。見て何を感じるかっていう、それで何の反応するかでセンスが出ちゃうんですか。考えるの感じろってやつです。ってことは認知のセンスってどうやったら上がるの、うん、認知のセンスって言いましたか。認知のセンスを上げることなんですよ、皆さん。うん、分かりますか。その根底はピンチをチャンスだと思えてないですか。いや、そういうことなんですよ。だからその、なんつうんだろう、100個何かが出来事とか事象があったときですね。うん、すごい人はその100個の中に50くらいピンチがあるってことなんです。で、その中の10個くらいはちょっと死ぬんじゃねえかっていうぐらい恐ろしいピンチが入ってるってことなんです。全部俺チャンスだった。うん、俺チャンスだらけじゃんと思う人もいれば、その中には普通の人から見たらチャンスだと思うのが入ってるんです。なのにネガティブな人は全部ピンチで怖いからやらねえ、うん。これ全部同じものですか。同じものを違う人が見たときに感じる違いなんですよ。うん、認知のセンスです。認知のセンスによってそのチャンスをどれだけ手に入れるか、あのピンチでもないものを怖がって、あれって見るじゃないですか、ここで。なんか、うわーみたいな感じで、全然みんなはなんか笑ってて。その認知のセンスを上げる神ワードを発見しましたよ。おっ、何かねえぞ、これ。発見です。発見、世界不思議。そうです、世界不思議発見だと、自分が出会ったことを全部そう思えば、あ、新しい発見ありがとうございますって言ったら、誰もあの何もならないじゃないですか。それ、N沢君ね、もしくも、ベッチーこと友達が言ってるってことですよ。そうそうそう。ベッチーとワークは朝同じ、いつもと同じ駅から会社までとかね、一応歩いて、あれこんな店あったっけみたいな。気づきがあったらガッツポーズしようっていう。あ、それまた認知が変わった新しい農業さんを使ってる。だって家からあの会社なんて、酒飲んで泥酔したら帰るわけですよ。だから、もう見ちゃいけないわけですよ。俺こんなとこ、このままあったの、うん、これこれ焼けたのだったの、うん、あれビーフィーズなんだったっけ、これね、たまらないですけど、これ南ネタです、南ネタです、全然わかんないです、今のネタです、昨日ね、こちらに見つかったんです、これビーフィーズ、いつもね、国道4号線を毎日走る人なんですよ、ビーフィーズに行くの、でも、FC はしょっちゅう道を迷ってるけど、あれ違うみたいな、あれはね、あれは FC はあれは多分ね、喋りながらやってるから、あ、そうですね、なるほど、なるほど、マルチタスクなんですね、国道4号線ででかいです、うん、あの車線が3つとか2つとか、3つぐらいあって、ね、で、ずっと走ってて、まっすぐ見たんです、で、チェーンでいっぱいあるんですよ、だからもう、ああ、吉木さんとか、早くなってんだみたいな感じで、あんま見たわけですよ、これ肉食べ放題のビーフィーズってのは、うん、音、発見したわけじゃん、だからそれは今、映像発見ということです。だから、同じ日常の中でも発見はあると思うんですよ。つまり、認知がやられちゃったわけです。だから、サボってるわけです。それを発見できてることは、脳がサボってないで頑張られてて、脳が変わってるんだから。脳が変わったんです。これはね、江戸沢君のその仮説は、私も、もしもししたいです。よくあの、日頃に感謝したらいいじゃないですか。うん、感謝より発見の方が、うん、感謝でありがとうって、まあ、その言葉に対してありがとうみたいな気持ちを確かに伝えるのって、その気づきに対してありがとうっていうのかな、ただ言葉に対してありがとうっていうのが間違いじゃないですか。だから、これはいい気づきです。認知に対してありがとうとなんかの結局、取ってつけたみたいな感じになってくる気がして、発見となるとなんかこう、お、なんかこうアイディアみたいな、このあ、これこういう自分のこう一面を発見してくれてありがとうみたいな、だからその発見があることによって、なんか同じことやっても違うなと思って、何の発見がこれあるんだろうみたいなのでこうチャレンジしていけば、おのずとなんか毎日バイブス高めになるなと思って今。バイブス高めですよ。だって子供ってそうじゃないですか。うん、もうスポンジみたいになってるし経験がないから、適当に来てもなんか発見があるからと思うんですよ。大人と違うんですよ。マンネリマンネリでしょ、なんか毎日毎日僕らの鉄板でみたいな。上でやられて嫌になっちゃうなみたいな生活してるから、もうずっとこう工場作業みたいな、上がり作業になってるのが、新たな発見っていうのは非日常的なわけですよ。でもその新たな発見で非日常はですね、日常の中にいっぱいあると思うんですよ。そこを伺いということです。まだ全然気づいてない。うん、100回ぐらい歩いても気づいてない。うん、N 沢もね、それはね、ちょっとやっそれはね、ちょっと N 沢 VS フフファミリーでね、番外編で、毎日何発見できたの、何を発見できたの、はいはいはい、というのはちょっとね、いいです。ちょっとやってみで皆さんも何か発見できたの、この動画のコメント欄で、ね、今日これ発見したよ、ね。そうですね。やめて。我々のコメント欄にちょっと書きながら、まあそうですね。コメントを書くすごい。それだけで。今発見した。そうですね、自ら100個で発見。自らの時見てる。100個目になりますね。100個目だ。発見しまくって。発見しまくって、世界一ですね。ありがとうございます。あ、じゃあ今日はね、綺麗にワークマンが待ってるね。ワークマン、この感じでいいんじゃないですか。はい。で皆さんからのね、コメント、質問、ツッコミ、グッドマーク、バッドマーク、お待ちしてます。では、お疲れ様でした。ありがとうございます。これはね、嫉妬のバロン。